はいどうも、ふめいだよです。今回ですけども、つむつむ10年、の中で過去一残念すぎたつむ、ディズニー100アイアンマン、こちら紹介していきたいなと思ってます。まあ、このつむはですね、二度と復活しないつむになってます。で、マベつむなんですけれども、まあ超絶不遇でしたね。はい、まあアイアンマンなんで、まあノーマルのアイアンマンとかトニー・スタークがいるので、まあそこよりかは、まあ100周年もあるし絶対強くなるでしょうっていう期待値の中、登場したらですね、まあ実際はもうクソ雑魚と言っても過言ではない性能だったと。で、あとはまあちょっと荒れたんですけど、この画像がですね、48秒で5000枚だか7000枚だか忘れましたけども、それぐらい稼げている画像になってて、こんな性能出るんかっていうね、ところが、はい、言われてましたけども、まあちょっとやっていきましょうか。まあ二度と復活しないので、まあレアなんですけど、ね、っていう感じですね。あと、マーベルツム唯一曲を持っていないということで、まあ、その辺も残念かなと思います。これね、何が辛いかっていうと、これタップ中ですよね。まあ消えるのはいいんですけど、あれ？こうピューって言ったら、あ、ここで100まで待たなきゃいけない。え、スキルまでしかも32なの。っていうね。で、しかもこれ時間経過するんすよ、これ。時間経過しちゃあかんやろっていうね。36。時間経過しちゃあかんよね。なので、フィーバー調整もできないし、消去数も微妙で、どうしたんみたいなね。そんなツムになっちゃっております。さあ、こんな感じですけども、33、なんか消去数もさ、なんか安定しないっすね。あ、ここでいかにスキルループできるように、こう、立ち回るかっすね。ああ、あとあれだ、フィーバー調整できないんだけど、スキル自体があれだね、スキル発動でフィーバー凸できるやつだったっすね。俺も4000万いくやん。4000万いくつもやったっけ、このつも。4000万いかねえわ。あと1回スキル使わないといかないわ。あれ、こんな稼げてたっけ。なんか俺2000枚ぐらいしか稼げてなかったようなイメージがあるんだけど、そんなことねえか。それはあれか、闇の鏡か。いや、どちらにせよめちゃくちゃ弱えということで、とても残念でございます。金箱チャレンジやりますか。はい、青、恒例の青。はい、いっちゃんいらないハート3個、なんなら5個でもよくねっていうね。はい、ということで以上で終わりたいと思います。皆さん、この2持ってますでしょうか。はい、ということで、まあ一応スキル1でもね、ずっとタップ長押ししてれば一応全消去できる、そんな2になってますんで、はい、やってみてください。それではありがとうございました。バイ。深い闇に包まれ、くじけそうで